僕、え、髪の毛きれいにしたいね。うん、私、魔法使いです。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。私は何でも手が行かないになれる魔法使いや。おやおや、私の力を必要としている子供たちがいるようだね。あ、じゃあ行こうか。始まり始まり。おいくん、え、そろそろさ、髪の毛伸びてきたし、うん、髪の毛きれいにしたいね。うん、油いってるよ。私も油いってるよ。え、じゃあおいくん、美容院に電話しよっか。うん、予約しよ。ピッ、出るかな。あ、もしもし。はい、もしもし、こちら美容室です。あの、カットの予約をしたいんですけれど。はい、カットでございますね。空いてますか。ありがとうございます。大変申し訳ございません。2ヶ月先まで予約でいっぱいでございます。え、2ヶ月先ですか。はい、2ヶ月先です。あ、わかりました。申し訳ございません。お電話ありがとうございました。ありがとうございます。ピッ、予約いっぱいだったよ。うん、2ヶ月先だって、うん、あー、どうしよう、うん、2ヶ月も待ってたらもう髪の毛フォンファンにボサボサになっちゃうよ。ちょっと見て、もう私ラプンツェルぐらい伸びてる。塔の上から髪の毛垂らして、ラプンツェル髪の毛下ろしてって言われたら、はい、お母様ってトローって垂らせるよ。絶対垂らせるわ。オウくんも髪の毛ボンバーになってアフロになる。アフロジャジャーンってチックタック、チックタック、ブローンって。どうしよう、すぐカットしたいよね。うん、はぁ、あ、困った困った。うん、タタ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 、ごきげんよう。誰誰誰、あたし魔法使いです。誰、君たちの困った声を聞いて駆けつけてきてあげてよ。なんか、かわいいのかかわいくないのか、曖昧曖昧な、ちょっとキモかわみたいな。君たち、髪の毛を綺麗にしたいんでしょ。うん、なんでわかったの。なんでも見たしさ、すごい力を使えるからね。SCP-SCP-035 みたい。どれ SCP-035 やね。049と SCP-035 合体したみたいな。何もそれ、とにかくさ、君たちは髪の毛切りたいんだろ。そう、私の力で切ってあげようか。は、どういうこと。ドットのおさらで切ってあげようか。いや、私カットできるよ。どうやって。私の力使えばいいのよ。って何？ SCP じゃん。ちょっと怪しすぎる。ちょっと、もう行けないよ。止まれ止まれ。もう行けない。もう行けない。何何何？待って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 。じゃあ私の力を見せてあげよう。うん、手を下に下ろします。膝の方に置いてて仕込んでたじゃないの。バレた。これで打ってるトランプ、ゴールドトランプで。じゃあ見せてあげよう、私の本当の力を。何？あ、ここにね、何の変哲もないカードがあります。はい、わかる？
みんなわかる？トランプ見た。そうそうそう。ね、トランプあるでしょ。じゃあ私の力を見せてあげますよ。え、マジックじゃない、マジックじゃないよ。パワーとパワー、種も仕掛けもありませんよ。だん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 マスクついてきてた。うん、マスクじゃない、これは顔だ、顔。なんかあまりここから出てる気がするけど、まあいいから、とりあえずこれカードに入れておきます。うん、ね、置くときにこう念じます。なにやの、なにやの、もう一枚タッ、ね、またタッて言うの。もう一枚カードをどんどん置いていくでしょ。うん、もう一枚、もう一枚いくの。最後もう一枚。どこで手の上にカード置いてる、うん、ね、うん、置いてるでしょ。うん、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 は、うん、うん、うん、何がしたかったの。な、何がしたかったの。もう一回だ。まずカードを持ってきて入れてなります。あ、置きます。うん、なんか、ノリとか入って、なんか、なんか、やった。あれ、あ、どうだ、すごい、あ、私の力は分かってくれ。え、それは何？私が念じればその通りになる。っていうことは、私が君たちの髪、うん、短く可愛く綺麗になれってやると寝るんだよ。嘘！さすがに人間の髪の毛はできない。伸ばすことはできないけどね、カットすることだってできるよ。信じてない？信じてないまだ。じゃあちょっと試して私力込めてあげようか。うん、でもなんかそれでもしさ、なんか失敗したら魔法ハゲになるんじゃない？そうそう、私みたいにハゲになっちゃうじゃない。見せなくていいわ。はい、じゃあ私こう、あなたこっち来なさい。インプレッションですね。行くよ、頭出して。はい。いい？はい。ちょっと怖いけど、2ヶ月待ちだし、今切ってもらった方が早いか。そうよ。行くよ。いい？見たら見たら行くよ。君たちも念じるのよ。可愛く短くなるって。あなたもかっこよく短くなるって。あんが、いやだ。手合わせて、手合わせて。おんじゃちゃん、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 おんじゃちゃん。さあ。うわあ、はげちゃん。ぽ、ごくん。刈り上げ、え、すごい、かっこいい、短い。あれ、ふめちゃん髪の毛変わってる。どこらへん？なんかね、前はこのぐらいあったけど短くなってる。あとは？あとはなんか綺麗になってる。本当だ、前髪短くなってるし、
歯磨きの量も減ってるし。変わったろ、すごい。ちょっとカメラにアップでみんな二人とも見せてきんない？うん。すごい。すごい、髪の毛すごい短くなってるし、前髪も短くなってる。そうだろ。すごい、髪の毛も減った。僕も見て見て。はい、刈り上げたい。刈り上げだ。刈り上げたいよ。すごい。後ろもこんな感じだよ。おー、かっこいいよ。いいね、短い、似合ってる。どうだいどうだい、二人とも私のこの力を。どうだい、すごい、うん、ありがとう。正直さ、どうせできないでしょって思ってたんだけど、うん、でしょ、怪しい人と思ったでしょ、うんうん、すごい、すごい。これからさ、この変な人に頼めば髪の毛カットしてくれるんじゃない？そうなの？なんでずっと笑ってるの？なに？なんか動かなくなったよ。どうしたの？え？おい、電池切れ？電池切れ？ちょっと一個よし、一個外してみる。まず帽子取ったでしょ。私はこれで帰りますね。ここだけめくださいよ。ちょっと、じゃね、正体バラして帰りなさいよ。バイバイ。待って、帽子忘れてる。Thank you。 バイバイ、ありがとう。今の変な人、何だったんだろうね。うん、最初なんか怪しい人じゃないって思ってたけど、なんか意外といい人で、力も本物だったね。うん、すごい。うん、また困った時あの人に頼めば何でもしてくれるよ。ところでさ、あの変な人の名前聞いてなくない？あー、確かに。何だったんだろう。魔法使いサリー。サリー？変な魔法使いでいいんじゃない？もういいか。うん、もういいや。ダメもいいやもん。うん、髪の毛も綺麗になったしね。うん、やったー、かち上げたい。触覚体。まったねー、バイバーイ。触覚体、触覚体、かち上げたい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 、触覚体、触覚体。オーケー、品塚のゲイヤみたいになってるじゃん。いいね。パパ子が落下、パパ子がたくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、ふーん、おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。それでは皆さん、ごきげんよう。